こんばんは。さっきまであったはずのリップがどっか行っちゃいました。悲しい悲しい。あ、岡田さん I love you、 ありがとう。 I love 岡田さん、ありがとう。あてさっき夜ご飯食べたから、夜ご飯が歯に詰まってたらすいません。くまくま、こんばんは。ちょっとマジでリップどこ行っちゃったんだろう。なくなった。本当にね、1分前まではあったんだよ。あった、あった、あった、ありました。出て。こんばんは。そう、近くにあった。くまくま、皆様いかがお過ごしですか。あ、梅太郎さん星いっぱいありがとう。キラキラー、ありがとう。ありがとう。くまー、ありがとう。アイラブナオタン、ありがとう。くまくまくま、さっきまでコナン見てたよ。私も、私もです。I love you、 ありがとう。 I love you かてん、ありがとう。ペコリペコリ。あ、ゾウちゃんも星いっぱい、ありがとう。キラキラ、ありがとう。あ、エリアもいるよかわいい。あおいちゃん仕事終わって配信見れて、あ、お疲れ様。お仕事、今日は何曜日だ。今日月曜日だ。今日からお仕事。くま、あ、マッツーも I love you、 ありがとう。 I love マッツーン、ありがとう。あ、アミちゃんだ。アミちゃんもありがとう。アミちゃん I love アミちゃん、ありがとう。くまくま、ルンルルン。青さん唇ルールで可愛すぎる。本当？やったやった。さっき発見したリップを今日は塗った。ミルテンさんがマジックカイトにハマってる。本当に嬉しすぎる。私はさっきコナン見てたらちっちゃいカイトが出てきて可愛かった。なんか工藤新一、うん、工藤新一少年の冒険みたいな回を見たんですけど、ちっちゃいカイトが新一のお母さんに向かって「おばさん！」って言って新一のお母さんが切れるっていう。
でもね、おばさん綺麗だからこれあげるって言ってね、バラを出してあげたんだよ。しんいちのお母さん可愛いよね、ゆきこ。あ、悟空がうねうねしてるわ。まあいいや。あー、びっくりしたー、びっくりしたー、ヘアアイロンが落ちてきた。まあね、人生そんな時もあるよね。あ、うりちゃん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 、アイラブーありがとう、アイラブーうりちゃんありがとう、びっくりわーありがとう。あのクロスライブの時ハート作れて嬉しかったです。もちろん、またこちらこそありがとうね。そんな嬉しかったなんて言ってもらえるのが嬉しいよ。髪の毛綺麗、染めたことないからね。なんか、いやでもね、実際見たらバサバサで、ってドン引きされちゃうかも。くまくま、あおちゃん髪伸びた？伸びた気がする。でも私伸びるの遅いのかも。なんかそれをなんだっけ、なんか前だかレノンだかに言ったら、ヘアアクセルレーターおすすめされたんだけどそれ効果ある？ヘアアクセルレーター使ったことある人いますか？くーまくーま、あ、ハチビーさん、虹ありがとう。ハチビーさん、虹ありがとう。ヘアアクセルレーター、ヘアアクセルレーター知りませんか？私あの中高の美容女子の間ではもう知られた、たくさんの人に知られた商品だと思っていた。なんか、いやほんと安くて1000円しないぐらいかな、800円とかじゃない？確かの、なんか液体をこうペッ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 って頭になんか毎日その何、シャンプー終わった後よくわかんないけどなんかかけて、なんか頭皮マッサージをすると髪が早く伸びますよみたいな感じのやつらしいです。え、足マジで痒いんだけど、蚊に刺されちゃったんだよね。マジで痒い。おじさん本当に知らないいや、なんかね、伸びるらしいよ、効果あるんだって。効果あるらしくて、レノも効果あるって言った気がする。でもね、なんか毛量も増えるらしいの。わかめいっぱい食べる方法しか知らない。あ、海藻はやっぱいいですよね。カキ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 、ヘアアクセルレーター、そう、毛量増えるの嫌だよね。私もさ、本当にただでさえさ、もう普通の人のさ5人分ぐらい髪の毛が5人分ぐらい髪の毛あんのよ、マジで。すきまくって今これだから。いや今めっちゃすいてて、実際めっちゃすいてるの。内側ね、もうね、短い毛がいっぱいあって、これなんかこの辺とかめっちゃすいてるから、なんか内側に短い毛がいっぱいある。え、ヘアドネーションは長さがあったらできるけど、量があってもあんまり意味ない気がする。もう量以下美容師さん絶対言われる。私も絶対毎回量多いですねって言われるんだよ。
くまくま。自分も毛量多くて夏暑くなる。やばいよね。なんかさ、まあでも髪の毛、まあね、何でもね、髪の毛に限らず全てね、ないよりはある方がいいっていう、ないよりはある方がいいだろうっていうね気持ちで、髪切った日のシャンプーで感動するレベルにはモーリアいます。え、めっちゃわかる。なんか軽いよね、あのさ、髪切ってなんかこうすいてもらうと、その日のシャンプーでなんか指がシャカシャカ、指がシャカシャカ動くってさ、なるんだよね。え、絶対体重減ってる。少ないと少ないでまとまりづらくて大変よ。そっか、そうだよね。やっぱ普通が一番や。くまくま。でも私は髪をさ巻いたりするときにさ、あ、髪がもう少し、毛量がもう少し少なかったらもっと少ない時間で済むのになってさ、こうアイロンを かけるたびに思うんだ。アムチャムかわいい、アムチャムになってる、アムチャムリップのやつありがとう。リップなんて、なんで書いてあったか見逃しちゃった、ごめんずら、ありがとう。リップ、あ、リップ塗ろう。ルンルルンルンルルン。いや、私はね、髪の毛はね、乾かしてる間はいつも動画を見ているので全然苦ではない。最近はずっとコナン君を見てる。今日のリップもラカですか？ラカだよ。ラカ？ラカ。なんだかんだね、可愛いですね。106番、ジューシーって書いてある。ジューシーだそうです。クマクマ。え、聞こえるよ、あのイヤホンつければ、あの耳栓のやつの。あ、ミサミ守りたい、この笑顔ありがとう、ミサミ守ってね。あ、おみんちゃんだ、ありがとう。 I love you おみんちゃん。え、イントネーション合ってるかな。おみんちゃん I love you、 ありがとう。くまくま。あ、まささんも I love you、 ありがとう。 I love まささん、ありがとう。くまくま。怪盗キットが推しメンです。僕ちゃんもです。あ、うかてんもまた I love you、 ありがとう。 I love うかてんありがとう。くーまくー、あおいちゃんが正義なのでイントネーション合ってます。本当ですか？それならよかったです。じゃあこれからもそう呼びます。ラカーのリップ乾燥したりしない？顔が迷ってる。え、全然乾燥はしない。乾燥する感じじゃないよ。可愛い、なんかうるうるだし、なんか色がね全部可愛くて、いっぱい何色あるんだろう、わかんないけど、いろいろある、いっぱいあるっぽいんだけど全部可愛い。でもなんか私はライブの時とかだとちょっと落ちたら怖いから、もうちょっと
残りやすい、色が残りやすいやつ使ってる。でも色が残りやすいとさ、やっぱさ、なんか乾燥するんだよね。だからやっぱラカはね、なんかご飯食べたら落ちちゃう気がする。でも可愛いから、可愛いし、なんか乾燥しないし、うる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 可愛いから同じこと言ってんな、同じこと言ってしまった。くーまくーま、あ、ななちゃん、あのリップのやつありがとう、ななちゃん、ありがとう、くまチークもどこのか気になります。え、これなんかもう毎回聞かれてる気がする、毎回聞かれて毎回紹介してる。あのね、私はこれ多分、ずっと変わんないからずっと変わんないクリニーク、もう4年前ぐらいからずっとこれ。前回の配信でもなんか聞いてくれた、誰かが聞いてくれて答えた気がするかわいいよねこれ。クリニックの何番なんだろう。もうね、裏もガビガビすぎて。15番なのかな、なんかパンジーポップみたいな紫のやつ、一番紫のやつかな。くーま、葵ちゃんブルベ、わかんない、本当にわかんない本当にわかんないけど、好きな色を使ってるあ、なんかね、あの可愛いって思ったやつが似合うんだよ、いいなって思ったやつがさ。そうだったね、ごめん、あ、全然全然よ、しっかりメモった、やったそう、でもね、結構ね、なんか最近チークつけすぎ女になってるかもしれない。最近チークつけすぎ女なんだけど、まあほっぺはピンクの方が可愛いなって思ってまあいっかってね、まあいっか。葵ちゃんバイト休憩中だよ、あーお疲れ様、えらいよこんな遅くまで、もう8時半だ、えらいね。TikTok でいろんな人の切り抜き見て好きになりました、嬉しい、ありがとう。私の TikTok がね、最近ね、あのキット様しか出てこないもうスクロールしてもスクロールしても、なんかキット様のなんか多分ファンの人がこう音楽に合わせてかっこいい映像を切り抜いて作ってるやつしか出てこない。髪乾かしたら偉いよね、偉い、あのタンバリン奏者の人みたいに早く手叩きたいな。あ、前に愛ちゃんがさ、高速で手を叩くみたいなやってた、できるかな、なんかさ、こうやってなんかさ、できないな、なんかどうやんだろう、あれどうやってんのかな、なんか愛ちゃんがさ、こうやってなんか、あ、できてるかな、こうやってなんか高速で手を叩けますみたいなさ、ちょっと私もできるなって、疲れちゃった。あ、ハゼさん I love you、 ありがとう、 I love ハゼさん、ありがとう。グーマグーマ、できてる、できてますかね。
僕しなこさんダンスしか流れてこないね、あれなんかこの間ね、この間なんかリコとレノンでなんか踊ってた気がするしなこっこダンスみたいなすごい、なんかもうね、あれ見たらね、あのね、あのあれしか出てこない、あのネモハモルーマーしか出てこなくて、あーってなる、あーって。私はね、あれね、2周年コンサートの昼公演でね、あんなに練習したのにね、思いっきり間違えたっていう悲しい記憶が蘇ってくる。リニラヌ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 ラ、夜明けまで見つめ合えば、苦手なウィッチウェイあって難しい。私もあれ足上がんないよね、どう頑張ってもね、上がんないんですよ。リニラヌ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 リヌ、葵ちゃんを見ながら食べる飯は美味しい本当ですか、やっぱご飯美味しいっていいことだよね、美味しいご飯大好き。じゃん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 じゃらら、じゃらららら、んじゃんじゃん、あびっくり、タワーが、あいこさまだ、ありがとう、あいこさま嬉しい、ありがとう、嬉しいよ。いつもなんかね、モーメントにコメントくれるじゃんあれが嬉しくて嬉しくてね、何回も読んでるんだ何回も読んでるんだ、オンラインお話し会全部いる、え全部嬉しい、え、めっちゃ嬉しい、お話ししたいこといっぱいだ、私もだよ、私もなんだよ、私もね、もう早くね2人でお話ししたいなって思ったライブももちろん大好きだけどね、ライブで会いに来てくれるのも本当に嬉しいけど2人で早くお話ししたいぞってね、なっていた。わー、今日も青いとおしいです本当やったー、ルンルンありがとう、今日も大好きだよ今日も大好きだよ、猫様は今日も青いとおしいですか嬉しい、ありがとうちょっと話したいこといっぱいなんだけど、恥ずかしいから二人の時にね、ありがとうありがとうございます、毎日青いとおしいです、あーこっちのセリフですよん、こっちのセリフだよんこんばんは。もうね、欲しいものが多すぎてやばい、私ねあのこの間カラオケ行ってね、あれ歌ったんよ、相思相愛そしたらね、97点でした、自慢しちゃったでもあれゆったりしててね、歌いやすいからいい歌だなと思いながら、いやなんかね違う、今ねあのね、その歌カラオケのあの背景が、いや、あのカラオケ採点くんが甘かったんだきっと、いやなんかあの背景がそう、あのコナンくんの特別映像みたいになってるの、ちょっとねそれがマジで激アツだから、そうあの今回の五稜郭のやつ
激アツなので、絶対に見に、絶対に歌ってほしい、絶対にカラオケに行ったら歌ってください。くまくま、ニアジョイもカラオケ企画 YouTube でやってほしい。え、やりたいんだよね。やりたいな、やりたい。あのさ、なんかあれでしょ、ノイミーさんとかがされてるやつ。くまくま、あのね、ラスラスもね、あれなんだよ。ラスラスも背景が本人映像で、かわいいってかわいいってね、思いながらね歌った。デデ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 デ。くまくま、あおさんの涙袋にすみたいいいよ、あおさんはめっちゃ目薬さすから、ちょっと毎日のように雨が降っているかもしれないけど。そう、私ね、目薬がないと生きていけないんだよね。もう目が乾いちゃって、乾いちゃって、ラル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 ラ。ラスラス結構歌いやすくないですか？そうか？十分難しいよ。十分難しいけど、ラスラスの前にあの呪って呪ってを歌ったの。やばいよ。あのね、ノロノロね、あのね、一瞬もね息継ぎするところがなくて、本当に窒息するかと思った。もうね、息吸えなくて、そう、酸欠になるかと思ったよ。そういえば10月の対面行く、あ、本当、初対面だからワクワクしてる。私も嬉しい嬉しい。またね、いつもね水曜日かな、水曜日が受付だから、明後日かな、明後日もからもまた多分だけど、確かだけど受付始まるから、また待ってるね。そう、ノロノロで楽しかった、歌うの楽しかったけど息継ぎできないっていう。ね、一人で歌う曲じゃないからね。え、天使もなかなかだよ。天使もやばい。天使も一人で歌うと、あのサビがね、天使はサビがね本当に息継ぎするところがなくて、課題やりながら見てる。本当クマ、えらいクマ、お疲れ様クマ。あ、アンチコンフィチュールはね、かっこいいから難しそうに感じるけど、案外ね歌いやすいっていう。布団の中から見てます、最高だね。やっぱお布団の中がね、あの地球のね、ありとあらゆる場所の中でね、一番ね幸せが詰まってると思うんだ。
お布団が大好き。お布団が一番の友達だ。葵ちゃん22日サッカーのやついきますよ。あ、本当嬉しい。なんかさ、私サッカーの試合ってあんま見に行ったことなくてわかんないんだけど、なんかどういう感じでライブさせてもらうんだろう。でも楽しみだよね。嬉しいな。なんか先輩方もさ、そのスポーツのイベントでなんかやってらっしゃったりしたの見て、いいな、めっちゃ素敵やって思ってたからね。嬉しいね、ニアジョイも。ダダ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 ダ。え、でも私ね、マジでね、失敗したの。失敗っていうか、あのライブの時は絶対にインラインを引くんだって思ってたのに、忘れてて、亀子さんの写真見て、はあ、インライン引くの忘れたって思ってね、はあってなった。でも嬉しい、亀子さんの写真全部見てるよ。遅くなりましたが、クロスライブありがとうございました。あ、こちらこそ、こちらこそだよ。嬉しいよ。そう、写真全部見てる、ありがとう。本当にサッカーも前の方チケット取れたので、亀子頑張るね。あ、見たよ、リップね。嬉しい。今度こそインラインを引く。インラインを引くわ。いや、マジでね、ここが黒いかどうかって、なんかこう、なんて言うんだろう、なんかね、やっぱここ目が開いてて、ここにこうパキってなってるかどうかで、もう目力が全然違うから、ちょっとああってね。なんで忘れちまったんだよ。全て奪ってほしい、永遠に。ヤマハスタジアムは見やすくてとてもいいよ。そうなんだ。静岡県さ、私さ、初上陸ではないか。でもなんか覚えてる限りでは、なんかあんまり初上陸じゃないのかな、あるような気もするけど、さっき誰かが爽やかのなんと、爽やかがなんとかってコメントしてくれた。そう、私もね、マジで食べたいんだよね。食べられるかな、爽やかのハンバーグ食べたいです。私も熊青い目でけえ。そんなことないですよ、そんなことないです。ほら、1ミリしかないよ。あ、でもね、聞いて、マジでね、ちょっとね、昨日ね、悲劇が起きたんだよね。マジで悲しかった、悲劇が起きた。絶対爽やか、マジでね、爽やか食べたいんだよね。あ、並ぶんだ、やっぱ食べられないのかな。ね、食べたいよ、せっかく行くんだから。あのね、私ね、マジでなんか昨日、違う、一昨日か、寝てる間にね、蚊に刺されまくったの。本当にいろんなとこ蚊に刺されまくって、なんかこの辺とかもちょっと見えないかな、蚊に刺されたし、なんかね、どこか全部何箇所だろう、1、2、3、4、ここも刺されて、5、6箇所刺されて、体に6箇所刺されて、なんかね、多分ここを刺されたんだよね。このなんか眉毛のなんか この辺りを、
蚊じゃないのかもしれない。なんかね、蚊にしてはね、なんかね、ちっちゃい感じがする。なんか刺されたところが蚊じゃないのかもしれないんだけど、なんかとにかくなんかに、なんか体のありとあらゆるとこ刺されて、ここを刺されたの多分。それでね朝ね、昨日の朝起きたら、あのね、目がこうなってたの。え、マジでなんかここがパンパンすぎて右目が開かなくてね、あの、ママーって言ってね、なんか右目開かないんだけどって言って、なんか病院行くみたいになったんだけど、そう、動物の森、あのさ、動物の森さえ、動物の森さ、あの、私昔大好きでよくやってたんだけどあのさ、こう木をさ、ギュン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 ってさ、あの揺さぶるとさ、なんか家具とか落ちてくるじゃないですか。それで、でもなんか運が悪いと蜂の巣が落ちてきちゃうのね。こう木を揺さぶると、それで蜂の巣がヒューンゴーンってなって、ワンワンワンって、あの蜂が追いかけてくるんだけど、その蜂に追いつかれる前に建物の中に入ると助かるんですけど、その蜂に追いつかれちゃうと、こうってなって、ここの辺がボコボコになって、なんか蜂に刺されちゃいましたみたいになるのね。あ、捕まえるのもできるんだ。私も捕まえたことあると思うけど、大体逃げてたよ。でも別にさ、ここボコボコに刺されたところでさ、なんかまあ見た目は悲しい感じだけどさ、まあなんか特に害ないじゃん。だからもうなんかそのまま放ってたかも。あ、そう、お薬作れるんだよねどうやって作るんだっけ、なんかあの豆吉のところでなんか買うんだっけ。そうそう、なんかもうボコボコになっちゃうんだよね。なんとかだな、もっどうぶつの森やりたくなってきた。私も楽しいよね。ノロノロ踊れるわけないでしょ踊れるわけないよ。でも私、自分は踊れないんだけど、なんかやっぱダンスうまいアイドルさん好きで、ダンスうまい、歌うまい、なんか実力派アイドルさんが好きで、あのダンスプラクティスめっちゃ見てるよ。なんとかだなも。これなんかさ、よく聞くとさ、一応喋ってるんだよね。なんとかだのかな、なん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 。どう森で好きな住民はいるの？え、住民じゃないと思うんだけど。あれなんだよね、南の島行って、何あれなんだっけ、キャンプじゃなくてさ、キャンプじゃない、何あれ、なんかミッションみたいな、なんだあれ、南の島行って、なんかツアーだっけ、ツアーに参加しますみたいなやるとさ、ツアーだよね、ツアー、なんかそれでツアーに行くとさ、カメさんみたいな、おじいさんのカメさんみたいなのがさ、なんか仕切ってる島にさ行くじゃん。あのなんか仕切り屋の長老みたいなカメ、あ、カッパ
カッパかなあれ。ことぶきか、それそれ、ことぶきさん。カッパかあれ、カメ、まあ、どっちでもいいんだけど、あのおじいさんがあのお気に入り。南の島行く時の音楽好きだったな。あの歌ってくれるやつね、カッパさんが歌ってくれるやつね。あれでも私毎回あの高速でボタンを押してなんかもうちょっと聞いてけよみたいなのもなんかめっちゃ高速でこうブブブブブってやってなんかもう全然聞いてなかったね。私も毎回飛ばしてた。それでおーいとかなんかもうもっと聞けよみたいなことをね言われるっていうすいませんねって思いながら。南の島で虫と魚取りまくって揺りさばいた。私も、私はあのカブトムシを、カブトムシとクワガタを取りまくって、めっちゃ売ってた。あのね、なんだっけ、あの金色のクワガタ、あの金色なんか黄金クワガタみたいな、黄金クワガタよくわかんないんだけど、あの金色のクワガタ、黄金鬼クワガタ、それだ、黄金鬼クワガタをめっちゃ捕まえては売りさばいて、捕まえては売りさばいてた。あ、ヘラクレスオオカブトね。私ね、虫捕まえるのは得意だったんだけど、サメなんか釣りが、ね、苦手だったんだよね。釣り難しくない？タイミングがさ難しいんだけど、あれ何なの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 え、サメさ難しいよねやっぱ。あ、素潜りやってて、あのねダイオウグソクムシ捕まえてたよめっちゃあのでっかい影ね、あの海にでっかい影があって、これは絶対ダイオウグソクムシって思って、あのね潜ってダイオウグソクムシを捕まえてましたね。でっかいダンゴムシみたいなやつ。ね、ダイオウグソクムシはこの間なんだっけ、この間でもないけど、あのシーパラダイスさんにYouTube で連れて行っていただいた時に水族館も入ったんだけど、その時いた。もうシンプルにデカダンゴムシって感じだった。でかいダンゴムシ。最近はなんかゲームしてる？え、ゲームねしてないんだよね全然。ゲームね。くまくまくま。あ、スイッチじゃなくてね、 3DS の時やってたの。スイッチはもう全然家に一応あるんだけど、なんか弟のやつだからなんかねちょっと使い方わかんないや。くまくまベーコンはむずすぎて挫折した。え、ベーコンガチでむずいんだよ。いや、あれはね魔のゲームですからね。でもベーコンはやっぱ達成感がすごい。あのできない回数を重ねれば重ねるほど
できた時の達成感がすごいからね。机の中でダンゴムシ買おうとしてる子いて震えた。え、いいじゃん、いいじゃないか。でもなんかあれだな、悲しい記憶が蘇ってきたな今。なんか小学校の理科の時にメダカを育てるみたいな感じで、一人一個メダカの卵をねなんかもらって、最初はこのプチプチのさビニールの中に水入れて、なんか卵を入れて、なんかみんな持ってたんだけど、もう私のはね何日経ってもね羽化しなかったの。もうね卵から魚になってくれませんでした。もう悲しい気持ち悲しいよ、私のメダカ、私のメダカ、死んじゃったのかな、悲しいよ。今ニアジョイのファンクラブ入ってきた。え、本当に嬉しい。ぜひ推しメンは青さんにしてくださいしてくれたら嬉しい。でもね、モーメントとかも見れるからね、モーメントとかもぜひ見てくれたら嬉しいな。推しメンはもちろん青さんで、本当嬉しい、やったやったやった。蝶々育てる授業で青虫のまんま終わった。え、私さ、なんかさ、アサガオ、え、アサガオってさ、全国の小学生育てる、アサガオを育ててたらみんな育てるじゃん。それで夏休みの間は家に置いといてくださいみたいな感じで、家に置いといたらねもうバッタがめっちゃついちゃって、もうバッタまみれ、マジでなんか15匹ぐらい、もう気持ち悪いぐらい、もうなんかバッタのふりかけをかけたみたいになっちゃった。怖かったな。やっぱみんな育てるんだ、朝顔ね。バッタモンだ。どんなになるね、ティリノにねになれぬ。朝顔の花ジップロックに入れて凍らせておくと色水が作れます。あ、なんかそれやった。なんかね、幼稚園の時になんかやったわ。なんかあれ違ったかな。なんかやった気がするな。え、蚕なんて育てたことない。え、すごい、小学生で蚕育てられるのすごくない。え、自由研究懐かしい。私でも自由研究で大した研究してなかったよ大したことをやってなかった。何やったかな。でもなんか低学年の頃はほぼほぼなんか母がやってくれた気がする何作った、何したかな、忘れちゃった。あ、1年生の時はなんかお芋のケーキを作った気がする。お芋のケーキを母と作ってその制作過程を写真に撮ってなんか
画用紙に貼って下に説明書いてなんか本みたいにしてなんかやった気がするけど、ケーキ作ったのはほぼ私じゃなくて母なのでウケるっていう。私自由研究でマヨネーズ作った。あ、え、待って、それなんかね、なんかね友達やってた気がする。なんか定番なのやっぱマヨネーズかな。なんかスライムとかも定番じゃない？友達スライムを作った気がするよ。え、音のある貯金箱ってどういうこと？くまくま、夏休みの宿題あるあるだよね。やっぱさ、ちっちゃい時はねやっぱ親がやってくれるあるある。くまくま、炭酸水？え、炭酸水ってどうやって作るんだ？くまくま、え、お腹鳴ったの聞こえてた？恥ずかしいんだけどやだ、忘れて忘れて。ダンゴムシに葉っぱ食べさせて葉脈の標本作った待って、レベル高すぎてちょっとなんか恥ずかしくなってきた。いや、なんかそういう人いた。なんかやっぱさ、なんかすごい人をさ、めっちゃ凝ってる子って絶対クラスに何人かはいるじゃん。やっぱいるよね。なんかいた、なんかいたわ。私のなんか塾の友達、塾の友達でなんかすごい子がいて、なんか3年生とか4年生とかの、なんかこうなんか光の入射角でどうたらこうたらみたいな、なんかもう覚えてないんだけど、どういうのか忘れちゃったんだけど、なんか太陽の入射角がどうたらこうたらみたいな、なんかもう自分で実際になんかこう道かなんかになんか置いて、なんかそれでなんかなんとかかんとかみたいなやってた子いたな。なんかその夏休み終わってすぐの授業参観の日に、みんなの自由研究を展示しますみたいなのがあったの。それでもちろん親御さんも学年のこの自由研究見れるし、私たちもなんか他の子の他のクラスの子のとかも見れるみたいな日があったんだけど、それでなんかいろんな子の見に行ったらちょっとね、やっぱガチ勢の子はねガチだった。あともうでっかい模造紙に、なんか多分旅行とかに行ったのかな、その旅行先でなんかなんとか島のなんとかというなんか歴史のなんとかかんとかみたいなまとめましたみたいななんかすごいすごいっていう。くまくま、振り子のおもちゃ作って展示されたやつ壊されて泣いたの。え、悲しい、それは。え、でも確かに私のクラスにもなんか面白いおもちゃ系のなんかこうさ、なんかわかる、こう鉄のなんか鉄なんかよくわかんないけど、こうウニョウニョしてこうウニョウニョした立体のこう線が張り巡らされてるやつがあって、それをこう鉄の輪っかをさ当たんないように通すみたいななんか当たるとなんかビリビリするのかな、よくわかんないんだけど、なんか当たんないように通すみたいなおもちゃを作ってきたこのやつが大人気すぎて、なんか
みんなね遊びまくってたな。壊れちゃいそうだってね思った。そうテレビ番組でよくあるやつ。旅行先の博物館に行ってそこの資料丸丸丸なんだろう、丸パクリかな、丸パクリした記憶ある。でも私もあの5年生だか6年生だかどっちか忘れちゃったんだけど、私マジで面倒くさすぎて、なんか父に国会議事堂のなんか公開日みたいなのがあったのに、国会議事堂を公開して中まで、普段は見れない中のとこまで見れるみたいな日があって、それになんか無理やりなんか連れて行かれてなんかそこでなんかもらった資料をめっちゃルーズリーフに丸写しするっていうあの、ね、ことをねしました。いやあの宿題は楽だったな。くまくま、ルン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 。私はね宿題は全部めんどくさかったけど、なんだろうでもなんか中学入ってからはシンプルに量が多すぎてイライラしたけど、シンプルに量が多かったな。小学校の頃はそんなに大変でもなかった、考えてみたら。くまあおちゃんは宿題先にやるタイプ、残すタイプ。先にある程度やるんだけど、なんか結構やったしいいでしょって思ってしばらく遊びほうけてると、もう本当に最後の最後の方になって、やばーいまだ残ってるんですけどーってねなるっていう。あおさん国語得意そう。得意だった。現代文とかね何にもしなくてもなんかできた。でもね古典はもう何にもできなかったよ。もう古典って意味がわからない、古典って本当に意味がわからないから、くまくま、ね古典難しくてさもう諦めてたよ。でもさ古典分からなくても生きていけるから。古典分からなくても生きていけるからね。あとか言ったら古典を愛する全ての人に申し訳ない気持ちになってきた。ごめんなさい。そう今を生きている、今を生きている。水飲みたいんだけどさ、夢の国の柄の夢の国で買った水筒だからちょっと写したらやばいっていう。ちょっとおいしい。いや夢の国はねやっぱ夢にはね
ルールがつきものですから。めっちゃ感情線が見えました。手相ね、手相占いできる人いますか？私の手相見てもらおうかな。ショールームで無料手相占い。私の手相はどうですか？どうしよう、すごい悪い結果が出ちゃったら。待って、フィルターのせいでなんかこうシワをさ、顔面のさこうシワを消してくれるからさ、フィルターがなんか手相がなんか手のシワが消えて、あ、もうさ、これ生命線がここまでしかないみたいな感じになっちゃったよ。ちゃんとこの辺まであるよ。でもなんか本当になんか見えにくいな。見えにくいな。くまくま。手相わからないけど、とりあえず天才やった。あなたの前世はクマさんですね。そうなのかな、やっぱりそうなのかな。クマ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 。占い行きたいな。占いとか好きなんだよね。夢見るとさ、絶対さ起きた瞬間にさ、なんとかの夢って検索してさ、なんか意味調べてる。え、占い行ったことない？なんかさあるじゃん、なんかあのスーパーなんかデパートとかのさ、なんかあのちょっとしたところにさ、こじんまりとしたさ、占いの、クマタの手相見て見てほしい、クマ。かわいい。かわいい。え、かわいすぎる。こんなかわいいお手ってある？え、夢占いやっぱみんなするよね。長生きしそう？嬉しい、クマ。どうクマ、どうクマ。こっちは左手クマよ。こっちは右手クマ。見てクマ、見てクマ。かわいい。ね、モフモフすぎてちょっとね、線とかないね。エンエンも見てもらうか。エンエンの手相はどうですか、クマ。ツル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 、本当だ。クマタンはモフモフだったけど。左手も見てほしい、クマ。どうクマ。よく見せてあげる、クマね。こっちもよく見せてあげる、クマ。ないですね、クマ。親指みたいって言われちゃった、クマ。確かにちょっと親指みたいかも。イエーイ。私の頭皮だって。悲しい。めちゃくちゃ悲しくておもろいんだけど。え、でもヘアアクセルレーター使ったらさ、生えてくるかもしんないよ。あ、ここに、エンエンのここにヘアアクセルレーター塗ってあげようかな。
塗ったらさ、この黒い毛が生えてくるかもしれない。クマー、クマちゃんのお手手に毛生えてくる。クマー、これはね、あのエンエンはマレーグマだよ。マレーグマ、マレーグマね、ちょっとね調べてみて、めっちゃね弱そうで可愛いんだよ。あの本当にマレーグマちょっとクマのくせにちょっと弱そうで可愛いの。弱くないクマ、弱くないクマじゃん。弱くないクマ。上野動物園で見た。私もそう、上野動物園ってあのめっちゃめっちゃ可愛いマレーグマがいて、あの白クマもいるし、パンダとかもいるし、なんかねとにかくね幸せな気持ちになる上野動物園。あおちゃんが弱そうっていうか前調べたら思ったより情けなくて可愛かった。え、そうなの、ちょっと情けない感じなんだよね。なんかちょっと申し訳なさそうにしてるの、いつも。なんかちょっと細くて、そう、なんかクマのくせに、ね、クマのくせにって言っちゃった。なんかちょっとちっちゃくて、ちっちゃめで、なんか細くて、なんかちょっとなよなよ系なんかごめんなさいって言ってそうな感じの、生きててごめん、なんかごめんっていう感じのなんかクマ、それが可愛いんだよ。ひどい言われよクマ、もうエゲは家でするクマ、エゲ待ってクマ。ギュッギュッエンゲンはすごい可愛いんだよね。ギュッお兄ちゃん、そう、ちょっと白クマとマレーグマなのになんで兄弟っていうのは聞かないでもらってって感じなんですが、兄弟です。同じ日にねうちに来たからくーまくーま、ルルルルル、複雑な事情がある。いやそんなことはない。同じぬいぐるみ屋さんで生まれましたよ。同じぬいぐるみ屋さんで生まれました。くーまくーま、うん、眠い。白クマの名前はクマタンです。クマよ、10月の対面行きます。本当嬉しい、やったー待ってる。あ、チアちゃん、クマありがとう、クマ、チアちゃんありがとう、クマクマペコリペコリ。あ、この間ねゆうちゃんとねあのオムライス部行ってきたんよ。オムライス部してきた2人で。マジで美味しかった、マジで美味しかった、本当に美味しかった。あのね、なんか食べたのがなんかオムハヤシ、オムライス部最高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 、え、ちょっとねあのレッスンのところの近くだからワンチャン、ワンチャン個人情報、個人情報のバレが、極
恐怖なので載せられないんだけどそう、私はね、なんかオムライス全般、何のどういう味のオムライスでも大好きなんだけど、やっぱ結局ケチャップの王道のやつだなーっていうね気持ちだったんだけど、そう、この間食べたオムハヤシがうますぎて、いや、オムハヤシってええなーの気持ちになった。デミグラスとはまた違うけどさ、なんかオムハヤシうまかったな。ふわとろのオムに林合うよね。え、もう本当に美味しかった。もうね、届いた瞬間からもう湯気がほわほわほわって上がっててね、もうお皿がこう広くて大きいお皿だったんだけど、こう林の海の中にね、こう島のようにとろとろのオムライスが輝いてまして、黄色く輝いてましてですね、いや、もう一口食べたらうますぎてやばーい。オムライス食べたくなってきた、私も。でもちょっとね、明日食べられそうなんだよね。明日食べられそうで、食べるつもり食べに行くつもりなんだ。くーま、くーま、この前トリュフオムライス食べてきました。え、何それ美味しそう。そんなのあんま見たことない。美味しそう、いいな。ね、美味しそう、トリュフオムライス。私マジで行きたいお店が多すぎて、くーまたん、くーまたん。でもね、私ね、今めちゃくちゃ行きたいのはね、パンの食べ放題に行きたいのパンの食べ放題にマジで行きたくて、なんでかわかんないけど、なんか急になんかパン焼きたてのほかほかの、なんかこう焼きたてパンの香りって最高じゃん。なんか焼きたてパンの匂いに包まれながら焼きたてパンを心ゆくまで食べたいっていう。あ、そう、鎌倉パスタ、え、鎌倉パスタのさ、あのパン食べ放題が忘れられないんだよね。私ね、あのね、あの受験のね、結果発表を見に行った日にの帰りに食べたんだよねあの合格だったの。合格してて、あのその最高の気持ちのまま、あの鎌倉パスタでパンを食べまくるっていう、あの幸せな、なんかあの日は人生で10本の指に入るぐらい幸せな日だったな。結果発表、いやー、まあ、あの本当に食べたい。そう、パンどか食いしました。あー、もうね、お腹がはち切れそうになるぐらいね、パン食べたい。行きたくなってきた。いいね、パン食べ放題はメゾンカイザーもおすすめ。え、初めて聞いた。え、ちょっと覚えとこう。メゾンカイザー行ってみたいな。パンパカパン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 。何パン好き？え、私はなんかあのシンプルなやつが好きで、なんかこういろいろなんか惣菜パンみたいなやつももちろん好きなんだけど、
シンプルななんか本当に焼きたてのロールパンとかクロワッサン、そうクロワッサンとか好き。もうなんか素材の味がするやつ。あ、塩パンも好き。めっちゃシンプルなやつがね好きかも。あ、食パン専門店やばいよね。私も行きたいんだよ。なんかよく通るところに食パンのなんか高級食パンみたいなお店があって、なんか美味しそうだなってねいつも思ってたんだよね。でも高いんだよ。いや当たり前か。高級食パンだからさ、高くて。くまくま、ルンルルンルルン。でも私オムライスのお店ならなんかいろいろ知ってんだけど、オムライス以外はなんかあんま知らないから。なんかパン屋さん、私の友達がねパン、なんかあとパンっていうかベーグルかな、なんかベーグル大好きで、友達が一時期なんか私みたいな感じでそのオムライス屋さん巡りみたいな感じでなんかベーグル屋さん巡りをねしてたんだよね、その子が。だからちょっと多分美味しいお店いっぱい知ってる気がする。ベーグルファンの人いっぱいいるよね。なんかベーグル好きっていう人さ結構いるよね。美味しいお店のクリームパン食べたい。え、わかる、めっちゃわかる。シンプルなねクリームパン食べたい。もうシンプル、シンプルにクリームがぎっしり入ってるやつ。あ、坊さん、クマ、ありがとうクマ、坊さん、クマ、ペコリペコリ。ありがとう。あ、ラケル、ラケル、ラケルさんっていうお店さ、そうゆうちゃんとね行きたい行きたいってずっと言ってんだけどね、まだ行けてないんだよね。そう、なんかパンも美味しそうだよね。カフェ巡り好きだからあおいちゃんに共有した。え、教えてほしい。え、私もね行きたいなんかカフェ、なんかかわいいかわいいなんか可愛い感じのところ行きたいところいろいろあるんだけど。私のねおすすめのところはどこ、何駅だっけあれ、学芸大学駅かな、学芸大学だっけあれは多分。でもねちょっと歩くんだけど、なんかへんてこ盛りのなんとかみたいな、へんてこ盛りのへんてこ盛りのなんとかみたいな、もうめっちゃ可愛いのそのお店が。もう本当に可愛くて、多分ねインスタやってるから見たら分かると思うんだけど、マジで可愛いの。なんかあ、もちろんなんかオムライスもあった気がする。なんか前にね一回行ったんだよ、母と前に一回行って食べて、もうねもうずっと可愛くて行きたかったとこだから、写真をね食べ物の写真は撮ったんだけど、ちょっと自分の写真はないから。あ、そこそこ、へんてこ盛りの洋菓子店さん、そこ。え、マジでね可愛くてやばいよ。なんかパンケーキがなんか季節ごとなんかにいっぱい変わるんだけど、もう本当に可愛くてやばい。もうインスタを見るだけでやばい、可愛すぎて。あそこにねまた行きたいな。カキ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 。え、もうめっちゃ可愛いの。置いてあるメニューだけじゃなくて、なんかお土産用にクッキーとかなんか パウンドケーキなんかよくわかんないけどみたいなのも置いてあるんだけど、もうそれもめっちゃ可愛くてなんかいろいろね買って帰った。
あ、エミヤさん、うま、うま、ありがとう、うま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 、くま、くま、私もね、最近めっちゃパンケーキ食べたいの。ググったら可愛いクマさんオムライスが見えた。え、そうなの、マジで可愛いからやばいよ。葵ちゃんに生きてアイドルしてくれてありがとうのフェーズになってる。そんな、そんな、嬉しい、嬉しいね。こっちのセリフだよ、こっちのセリフすぎるよ。ありがとう。今度は行ってみる。え、マジでね、可愛いから本当に行ってみて、マジでおすすめ。ルンルルンルンルルン。ニョン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 。あー、もうね、欲しい服も多すぎるしね、食べたいものも多すぎるしね、やばいって。見たいアニメもいっぱいあるし、やりたいこともいっぱいある。だがしかし、ぐうたらだから、ぐうたらだし、容量が悪いから、全然できない。バイト戻ります。配信頑張ってね。あー、偉いよー、こんな遅くまで。もう9時半だ、9時半だよ。偉いね、遅くまでありがとうね、頑張ってー。私も夏服がね、いっぱい、結構もうたくさん買ったんだけど、まだ夏じゃない、だってまだ5月だよ。まだまだ夏はこれから、まだね、多分ね、これからもね、いっぱい買っちゃう気がするんだよね。買っちゃう気がする。今年の夏始まるよ、ティートルリルリラリロロロ、感じさせてよ夏まとめ、キラキラでゴーゴーリラリララゴーゴー。あ、イコノイジョイ。本当だよ、今年はイコノイジョイ9月28日だからね。え、やばい、振り入れ本当にやばいんだけど。去年もさ、なんかさ、もう振り入れ振り入れ振り入れ、もう毎日振り入れ振り入れ、もうリハーサルリハーサル、あ、リハーサルリハーサルって感じだったんだけど、もうね、覚えることが多すぎてやばいんだよね。もう頭がね、こんがらがってね、こんがらがりがりがり、もうね、あの絡まったアクセサリーの紐の部分のようにね、頭もこんがらがっちゃう。頑張るよー。なんかさ、だからこう、イコノイさんと一緒に全員でステージに立ってやる曲も結構あるから、こういろいろ、いろんな曲の振りを覚えないといけないんだけど、もう私はダチョウのようにすぐに記憶が飛んでいってしまうので、もう何も覚えていない。だからさ、また覚え直さないと。みんなさ、みんな記憶力、記憶力なのかな、なんかよくわかんないけど、振り覚えの問題なのかな、あるからさ、
去年やった振りとかさ覚えてんのよ、なんで覚えてんのって感じなんだけど、私マジ1ミリも覚えてないんだけど。また覚えるの頑張るぞ。宿をすでに予約済みです。いやー嬉しいね嬉しい嬉しい、私と同じぐらい楽しみにしてくれてる。くまー今年も行く、わー嬉しい、絶対絶対会いに来てほしいやっぱ野外、野外楽しい。いや覚えるのは大変なんだけど、やっぱ当日はもうやばい、激ヤバ、楽しすぎて、まあ緊張するけどね。夏の夏夏始まるよ、になになになねのの、これも覚えたんだけど忘れちゃった。何たじんでてどどど感じさせてよ夏、なんだっけ、キラキラでここギタリン、あれなんだっけ、トゥ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 、え、なんだっけ、もうダメだもうダメだ、終わった。アオさんだけに覚えてもらうの申し訳ないから俺もフリーで行くわ来ていいよ。でもねもうやばいの、もうね、あの一個の以上の時期ってもうなんかレッスン室がなんかぎゅうぎゅう詰めすぎてなんか密度がやばいの。だっていつも一グループずつで使ってるレッスン室、まあだから12人と、まあ、せいぜいマネージャーさん1人2人となんか先生みたいながいらっしゃるぐらいで、ほんとまあ15人ぐらいがねいつもいる部屋なのに、今イコノイジョイ全員で34人に、そのイコノイジョイってやっぱ大きいステージだから、なんかその演出の方、演出家の方がなんか入ったり、その照明の方とかなんかこう舞台をなんかいろいろしてくださる方とか、そういうこういろんなスタッフさんがそのレッスン室にいらっしゃるのだからもう全部でなんかもう50人ぐらいいるんじゃないってぐらい、もういつも15人ぐらいで使ってるレッスン室に50人ぐらいがぎゅうぎゅう詰めになって、もうなんかカカカカってキツキツになりながらもうリハーサルしてると。クリボさんに怒られに行くべ、え、クリボさんは絶対怒んないからクリボさんは本当にお優しいから絶対に怒りません。真剣に頑張ってればもう絶対味方でいてくださるから。くまくま位置がさ、位置がさやばくて、もう多分ね今年もねもう 27.25 とかやるね。なんで 27.25 って何やねん。
あとこの真ん中のさ、センターステージのなんか メインステージより上手側のこっち向き何番とかさ、覚えられるわけないやろ。そう、頭爆発してるいつも。去年んもう2回やらせてもらってるのか。もうね、頭爆発してますよ。頭大爆発。3.14159265353 なんだっけ、8979、ここまでしか分かんない。コナーが100キラぐらい分かる気がする。やばいよね。じゃらんじゃんじゃらじゃんじゃらじゃんじゃららじゃらら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 ら、なー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 。いやでもね、当日は楽しいからね、とっても。くまー来てくれたら嬉しいな。ジュンジュジュンジュン、くまーくまー。暑い、エアコンつけてるのに暑い。忘れないよこの夏の匂いだって。先輩も来るらしい、緊張しちゃう。なんだっけなんだっけ、歌詞忘れちゃった。富士急行きたいんだよねマジで。富士急のなんだっけ、あれ乗りたい。A じゃないか、 A じゃないかにね乗りたいんだよね。いいじゃないかに乗りたい。前に YouTube で富士急行かしてもらった時に乗って楽しかったな。ぞっこんって何？初めて聞いたんだけど、それそれ新アトラクションですか？初めて聞いた。ゴールデンウィーク富士急行ったけど A じゃないか乗れなかった。え、そうなの？確かになんか点検とかよくやってるかも。乗りたいな。ああ、ジェットコースター乗りたいな。今年の夏、夏、夏始まるよ。イエイと何何何何何のの の感じさせてよ。夏まとめギラギラでここギラギラなここ乗ってる時ディスコ流れてほしい。世界変えましょう。にに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 。泣いてじゃ始まらないよ。先生も校長も君君。ふふ。ドゥ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 。ダダダダにぬぬ。カキカキ。ああ背中がバキバキや。
絶好調でのねのなのにみのの愛してますなんて堅苦しいけれど伝えなきゃダメな気がする。はあ、なんか暇だからカラオケでもやろうかな。もう喋ることなくなっちゃった。いて水筒。皆さん聞こえますか？肌様クルカキイグザルト、ぜひぜひリクエストあったらお願いします。肌様歌いたいな。肌様歌いたい。え、ラスラスさ、私も歌いたいんだけどさ、多分まだ入ってないんだよね。入ってないとだよね。ラストチャンス入ってないわ。コビーン。ラストラノノレラ。はははは。は。あれ出てこないな。かさたな。は、あったあったあった。よし、お願いします。違うんだ誰も気づいていないけど日差しの強さだとか花の色の鮮やかさとか何度も季節は巡ってどこかに忘れていたもの誰かを好きになる切ない入り口を You know オレンジ色のノーシープワンピースサイド僕で太陽が似合うのは君だライボスティーを飲みながらなぜ一人微笑むのテーブルの下さりげなくサンダル脱ぎ捨てた裸足になってどうするつもりそのままどこかへ歩いて行くのねえ何をしたいんだ行動か予測できないよ人の目気にせずに気まぐれでそう君にいつも振り回されて呆れたり疲れたりそれでも君に恋をしてる「いつも大勢いるよ男友達」「そ
その中の一人が僕だ。悔しいけどしょうがない、告白もしてないし、今の距離感心地いい、普通で楽なんだ。それなら僕も裸足になって一緒にどこでも歩いて行くよ。なんだって付き合うさ、愛しさが背中を押すんだ。自分の気持ちは隠したまま、そう君といると素直になれる。欲しいものは前にある、いつかはちゃんと話せるかな。違うんだ、君は気づいていないけど、会っている回数も触れた指の引っ込め方も、何度も鏡を見ながらね、背も直してきたこと、苦しくなるくらい全てがぎこちない。 I know裸足になってどうするつもり、そのままどこかへ歩いて行くの。ねえ何をしたいんだ、行動か予測できないよ。人の目気にせずに気まぐれで、そう君にいつも振り回されて、呆れたり疲れたり、それでも君に恋をしてる。懐かしい。はじめいさん、ミラーボールありがとう。あ、ようちゃんもうまっ、ほんとありがとう、ようちゃん。くーま、くーま、夏だね。ぜひぜひ、まだあと 2曲いけるかな。1曲2曲1曲2曲1曲ぐらい。なんでもいいよ、リクエストあったらお願いします。あいて、イグザルト入ったんだ。だからとて君夏、青空が違う。だからとて、だからとてって入ってるのかな。が、入ってない、入ってないよ、だからとて。ピエン、スタオバね。決めらんない。どうしよう、どうしようね。私もちょっとイグザルトいいなって思った。イグザルト入ったんだ。本当か、本当に入ってるのか。入ってない、入ってないよ。ダムの方には入ったのかな。カラオケには入ってない。君夏、君夏にしよっかな。お願いします。
聞こえる。いて座の君、恋の予感、きっと何かに気がつくでしょ。いつもスルーしてた占い、自習室に行けばきっと自転車飛び乗る。遠く響いているレイボー、ヒヤリとして熱くなる。きっとそうだ、きっとそうだ、君はこの夏恋をする。ときめきは衝動的、つく心を抑えらない。だって今日の水が目障り、恋愛運が一位だった。その経過はアッシュアップ、君と目が合うその瞬間、夏が始まる。夏始まる、夏始まるね。なんとなくで会釈をして、近くに座った。なんとなくで開く辞書に、ちょっとだけ視線を送ってみよう。奏でているシャーペンの音、落ち着かずに君の音をイヤホンで閉じた。過去つけてかかった手の温度ですぐぬるくなる。だってすでに、だってすでに青春の空気が走る。途中まで一緒に帰ろう。吹き出して声がしたんだ。緊張感はハートを打つ。世界へまで遅れよなんて後悔する。今もなくてまた一日が過ぎ去ってく。もやもやの十字した痛い、あした痛い。僕の秋を彩ってよ、冬は二人色づけよ。きっと全てが美しくて知らない世界なんだろう。好きだよ、きっと君だ、きっと君だ。僕はこの夏恋をする。ときめきは衝動的、うつく心を抑えらない。占いはそういうことだけ信じる派なんだよ。ずっとこの気持ちに嘘はないよ。青空夏に変わる準備をもう始めてる。太陽は気温上昇させ、セミの声急がせるんだ。ずっと好きだった。二人目が合うその瞬間、恋が始まる。ありがとう。俊吉さん、ミラーボールありがとう。ようちゃんもミラーボールありがとう。あ、クラギちゃんもミラーボールありがとう。あ、エミューさんも、おししかかさんありがとう。はじめいさん、ミラーボールまたありがとう。あ、ようちゃん、うまありがとう。せっかさんも、ブラボーありがとう。嬉しいよ。55分だ、微妙だな。もう一曲ぐらい歌えるかな。もう一曲なんか歌おうかな。待って、しゃっくり出る、しゃっくり出る、やばい、しゃっくりが止まらん。なんでもいいですよ。虹の元、
虹の元なんか2つある。ノロノロ絶対まだ入ってないよ。あ、ポコさん虹ありがとう。虹ありがとう。虹の元入ってない。入ってないです。ピエン。どうしよう、やばい。ひと夏の長さより、ひと夏の長さよりにしようかな。歌えるか分かんないけど。傘だな、さ、あれ、あれ、赤さだな、うん、は、は、はひ、やばい。あ、バンドエイドとかもいいな。でもちょっと、ひと夏の長さよりにしよう。お願いします。歌えるかわかんない。歌えるかわかんないけど。8月のレインボービーチ、ここから眺めながら僕たちは恋をした。でも何から話せばいい、ただ隣に腰掛けてぎこちなく風に吹かれた。一緒にいるその幸せがずっと続くと思った。やがて季節は過ぎるものと気づいていたのに、ひと夏の長さより思い出だけ多すぎて、君のことを忘れようとしても切り替え何度も着た T シャツは首のあたり伸びているけど、腕に強く抱いた君のことは忘れられない。え、2番いけるかな。台風で中止になった花火大会なんてどうだってよかったんだ。始まったら終わってしまう当たり前の出来事をできるだけ伸ばしたかった。氷が溶けたこととか、金魚すくいの下手さも、君の浴衣の可愛さとか、喧嘩したこともこの夏は特別な僕にとって意味がある。今までとは比べられないほど大切な時間、愛し合ったこの日々は種の多い追加みたいだった。そう思い通りにいかないのか人生なのか。
するとは言葉はなくてそばにいることだ。ひと夏の長さより思い出だけ多すぎて君のことを忘れようとしても聞き換えられない。何度も着た T シャツは首のあたり伸びているけど腕に強く抱いた君のことは忘れられない。ありがとうございます。あ、ようちゃん、うま、ありがとう、うま。春吉さんもミラーボールありがとう、嬉しい。はちびさんもミラーボールありがとう、嬉しい。あ、生きがい、ゆいかちゃん、ゆいかちゃん生きがいありがとう、ありがとう、ありがとう。お、もう10時過ぎてしまった。じゃあそろそろ終わりにしようかな。まだ夏はこれからですよ。おししかかたん、あ、そうさん、そうだ、おししかかたん、やった、ありがとう。くーま、くーま、あ、待って、びっくり、ギリギリタワー、ポコさん、ありがとう、タワー、猫ちゃん、タワー、にゃーん、ありがとう、ポコさん。昨日、昨日、おととい、あの、会いたいってリプ送ってくれたの嬉しかった。私もね、もう会いたいなってずっと思ってるんだ。だから同じ気持ちで嬉しかった。あおさんは元気にしてますよ。ポコさんは最近は何してるの？久しぶりに来れてよかったよ。え、ありがとうね、嬉しかったよ。ポコさん、また早くお話ししたいな。ちょっとさすがに会えなさすぎて。そう、私もだよ、私もだよ、私もだよ。また会える日まで元気でいてね、ポコさん。大好きだよ、いつもありがとう、ポコさん、にゃんにゃんにゃん、ありがとう。絶対会おうね、絶対だよ、絶対だよ、ありがとう。あ、レナちゃんも I love you、 ありがとう、 I love レナちゃん、ありがとう、嬉しいよ。くまくま、じゃあ10歳から、10歳、岡田さん、ありがとう、岡田さん、ありがとう。そして12位がハゼさん、ありがとう、ハゼさん、ありがとう。そして11位がアミちゃん、ありがとう、アミちゃん、ありがとう。そして10位がボーさん、ありがとう、ボーさん、ありがとう。そして9位がおみんちゃん、ありがとう、おみんちゃん、ありがとう。そして8位がちあちゃん、ありがとう、ちあちゃん、ありがとう。そして7位がうかてん、ありがとう、うかてん、ありがとう。そして6位がエミューさん、ありがとう、エミューさん、ありがとう。そして5位がしゅんきちさん、ありがとう、しゅんきちさん、ありがとう。そして4位がまささん、ありがとう、まささん、ありがとう。そして3位がようちゃん、ありがとう、ようちゃん、ありがとう。そして2位がはちびーさん、ありがとう、はちびーさん、ありがとう。そして1位がドラララララララダン、ポコさんです、ありがとう、ポコさん、ありがとう、嬉しい、ありがとうね。お名前をお呼びできなかった方もたくさんコメントやギフトありがとうございました。見に来てくれてありがとう。ではでは、おやすみなさい、バイバーイ、またねー。